よし、ドラフト全国大会優勝準優勝縛りやっていきますか。北田君をピッチャーに二刀流だったんですが、肩関節心損傷したので、野手に転向したら怪我が治るんじゃないか説があったんですが、治りませんでした。パープルはやっぱり大谷システムを搭載してないんで、肩関節心損傷、まあ、大谷の場合は肘の靭帯断裂だけど、また肩関節心損傷だったら DH なら出れるんじゃないかと思ったんですが、肩関節心損傷は DH じゃ出れないらしい。多分どの怪我でもおそらく一緒なんでしょうね。そこまでの機能は搭載されてないでしょう。だから今この怪我情報を見たら、外野手が肩関節心損傷でどんだけ外野からバックホームに投げたんだよっていうなってるんですが、二刀流です。二刀流をもう完全に野手にしたんで、野手のねやっと能力が分かるんですが、全然この機会になんだ粘り打ちでも覚えとくか。ちょうどいい機会だし、怪我をしてる間に粘り打ちでも覚えてください。そしてピッチャーがやっとねマックスになりました。15人増えたんで、もうピッチャーは一応1人だけ2軍に入れることができたんで、まあ疲労が溜まってる選手とかを2軍に落として活用していこうかなと。もうねやっぱあはもういらないですわ。今年クビにします。彼らだけで回せるでしょう。試合は勝ててないんですが、これ去年がちょっともしかしたらできすぎか。まあでもね、二刀流ボーイがいないからな、あんだけ打ってた。それはちょっとでかいと思う。だって普通に勝ってないもんな。でも勝たんとね、金が増えないんだよね。そろそろFA 宣言とかいう、やばいものをされると思うんで、それをされるとめちゃめちゃきついんだよな、FA 宣言。野手ね、ほんと野手毎年最近取れてないんだよ。来年ぐらいから野手取っていかないとマジでやばい。てか野手はできるだけドラ1の超有望株が欲しいから、できればやっぱ1億円貯めて取りたいよな。こういう怪我人もね2軍に落とすことができるんで、やっとうちはちらっと平塚が怪我してたけどいいでしょう。もういや平塚ちょっと2軍に落とそう。ちょっとでも FA の時期を稼ごう。ちょっとでも FA させないように。宮内がこれ多分怪我すんな。でも3割打ってる。ああ、扇風機ついちゃった。まあどうせ宮内多分今年いい活躍して FA するんでいいですもん。なんでも。そうだ、なんか FA する、まあリアルでもあるんだけど、FA する年って本当に活躍するよな。おそらく FA するんでしょ、彼も。田原は打ってないから FA しないかもしれない、もしかしたら。宮内は確実に FA するわ、あの活躍だと。だから3割10本ぐらい打つ、20本ぐらい打つのかな。3割20本ぐらい打って FA 宣言しますって FA 宣言するでしょう。そしてうちの選手はいなくなると。小原をいつまで俺は2軍に置いてるんだ。大とか先発はああ、中本はすごい頑張ってる。住友あたり先発させてみるか。伸びはあるし、6点台5点台 7.9 やばいでしょ。こんなやつが抑えのチームはやばい。まあ今年もね最下位なんで、あとは今年は何勝できるかと、あと誰が FA 宣言するのかっていうのが見ものですね。それじゃあ終わりましょう。シーズン終了までいきましたと、45.5 ゲーム差、39勝102敗。去年よりちょっと落ちてるね。プロ野球球団から、転落しました。うん。中本が 2.427 勝12敗。中本が多分早熟かー。早熟じゃなかったらすぐ中本ポスティングさせよう。よし、中本がポスティングでね超万世か。こいつ35歳、まだ成長してます。中本が化けてくれればめちゃめちゃありがたいんだけど、メジャー行かないかな。こいつメジャー行け。メジャーに行ってくれ中本。高村がね抑えだったんですが、序盤は最終的に上山が抑えだったのかな。うわー、小原もいいね。38歳よこいつ。防御率2点台。ここでキャリアハイ。打っては青山くんが2割8分4厘。あー、FA だな。青山が FA、田所はあと3年。吉江も FA 取ってるけど、まあこの活躍じゃそんなに厳しいんだね。宮内がね、序盤良かったんだけど、FA しようと思ったんですが、あと1年あるんだ。北田はまだ帰ってきてないのかな。あれ、北田そろそろ怪我回復してるんじゃない？あと58。ということは来年から北田が帰ってきますね。だが入れ替わいなくなるのは青山くんってなるとショートがいなくなるのか。でも一応ショート水野ができるから、まあ最悪のポジション的には大丈夫。単純に戦力的に厳しいけどポジション的には大丈夫と。田原 DH でベストナイン、宮内が外野でゴールデングラブ、ベストナインゴールデングラブ。FA はする。誰？青山。ですよね。するよね。FA、そらす FA するわな。お、めちゃくちゃ金が増えてるんじゃないか、これは。このまま行こう。これはめちゃめちゃ。わあ、来たー。だが全員。一回ね、全員400。あ、こいつ首でいい。金はいくらあってもいいから、正直。で、来年 FA しそうなやつに多く金を払っておくか。保証がもらえるんで。どうせ FA されても。中本にはね、ポスティングをしてもらいたいんだよ、ぜひとも。もしかして中本で FA 持ってんじゃない？あと2年か。そうか、野手は1年間1軍で出たけど、投手はあれか、途中からしかあんまり使ってないから、10日に1回ぐらいしか登録しないんでね。ヤクルトの奥川方式にやってるんで、4億5000万、でもこんなにあるのか、結構あるね、金。ってなると、有望株にも払っとくべきだな。キャッチャーいなくなったら困るからね。あと4年あるから大丈夫。アヘタンだし、別に。北田だな。あと1年。420万でいいところを2000万。大盤振る舞い。あと2年。中本だな。3420。3000万。田原。3000万。いや、29。角井もなかなか強い。620万。まあ、こんな感じかな。これで3億8000万か。守備走塁コーチパワーアップさせます。ムード丸。多少金に余裕ができてきた、これで。まだまだ足りないんですが、全然。全員420万ってことは420万でも A ランクになるよね。だから420万の8割がうちはもらえるのか。青山は420万で契約できるってめちゃめちゃ他球団からしたらラッキーだよな。感謝してほしい。ドクター、すごい。四国のドクター系、東海のドクター系、新潟のドクター系、急に弱くない？四国、東海、新潟。なんか新潟のドクター系が一番強そう。ピッチャーワイ。準勝。関田、いいね。いいね。進藤いいね。進藤ドライチ候補かな。いいね。またまたいますと。優勝。結構いるね。いやー、岩原だな、これは。さすがに岩原だわ。社会人ナンバースラッガー。キャッチャーも控え取っときたいんだよね、そろそろ FA された時用に。ベスト8。この辺で1人欲しいね。お、いた。唐島。甲斐で取りたい。まあ、ここは岩原だわ。夏の全国大会準優勝。打てるセカンドをここで取ってこよし。いや、進路えぐ。どんだけ進路を競合してるんだ。進路ってあれだよな。あ、行かなくてよかった。まあ、関田も両方取られちゃったけど。まあいいでしょう。うちには、こいつがいるんで。谷口は下位でも取れると思う。あー、戸張取っとくか。ハマ。正直ハマそんな強くないよな。打てないし。守備はうまいけど。あー、赤池。高卒。あー、赤池もいいけど、正直ピッチャーは数欲しいんだよ。戸張取っとくわ。ここでショート残ってたらいいんだけどね。どっちか残ってくれたら、浜残ってる。あ、赤池は取られるか。あー、中里取っとくか、キャッチャー控えないし。中里、唐島は下位で取りたい。ってなると、浜行くか。まあ、浜でしょ、ここは。でもハマ行くと1億1500でしょ。残り4900になっちゃうんか。3900か。金がねえや。この辺の谷内とか取れなくなるから、ハマ取るなら谷内取って数取ろう。質より数。金島取ろう。これでいい。1人取るより2人取ります。なぜならうちは人がいないんで、とりあえず人を稼がないと。お、めっちゃ取るじゃない。今年過去最多じゃない？こんだけ取れたの。うちに風向きが来ているのかもしれない。 FA 宣言はされるけど今年からで。岩原、社会人の夏の全国大会準優勝。こいつは強いよ。プルヒッター、打てるセカンド。戸張、の甲子園の優勝ピッチャーです。あ、社会人か。ストレートとカーブだけで抑えました。中里、大学の準優勝のキャッチャー。谷口、甲子園優勝ピッチャー、伸び B。甲子園、なんか優勝ピッチャー、伸び B 多くない？伸びあるやつ多くない？唐島。高校の、あ、全国大会優勝ってことは、チームメイトか。谷口と唐島チームメイトです。同じ球団に入れてよかったな、お前ら二人とも。甲子園優勝チームから2人奪いました。ポスティングしてくんねえかな、中本。マジで来年ポスティングしてくれれば一番ありがたいんですが。うちが FA 宣言する。青山くん420万です。意外と人気ない。このレベルのサードショートも折れる選手が420万よ。なんでこんなに人気ないんだ。それならむしろどこも取ってほしくなかった。C ランじゃん、しかも。なんで全員420万だったら A ランになるんじゃないの？あれ上位何人とかじゃないの？どういう理論なんだろう？ FA って。あれだ、上位何人が A ランクって感じでしょ？おかしいな。完全におかしい。あ、北田が肩関節深層症から帰ってきた。彼は野手なんだよな。肩関節深層症から帰ってきたら野手になってたでござる。野牧。じゃあ、今年は終わって来年まで行きましょうか。